皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。久々にですね、熱帯スイレンの現在の状況を報告させていただきたいと思います。こちらです。本日は、10月7日7日ですね。こんな感じで、今日も咲いております。こちらがですね、ご無沙汰させていただいてたうちにだいぶ本数が咲いておりまして、こんな感じですね。次、14本の次だから15本目ですね。だいぶ遅くからの開花だったにもかかわらず、非常にたくさんの花を咲かせてくれています。相変わらずこんな感じで、次のつぼみはまだまだ止まる気配なしですね。まだまだ楽しませてくれそうです。非常に楽しみです。はい、それではまた。さよなら。